こんばんは、東証経でございます。ではですね、ちょっと久しぶりになっちゃったんですけれども、保険225、今まで紹介してきた銘柄の推移をちょっと見ていきたいなと思っております。はい。で、ちょうどお盆前ぐらいまでから更新しないかなというところあったんですけれども、まあ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 、なかなかですね、お盆以降も岸田さん、原発関連に動くということで、まあ、どうなるかというところも、要注目なんですけど、はい。まあ一ついい決断をされ、最近されてんじゃないかなとも思ってますが、まあその中でやっぱりですね、まあちょっと関連銘柄で、ここですね、明生工業。まあ、いい感じで徐々に、来ておりますね。ちょうどまあ、ここら辺、前回ちょっと天井つけたところで、今、揉み合うかなーってところもあるんですけれども、やっぱここ意識されてますよね。一年で見たとしても。まあ、ただですね。はい。ジャクソンホールショックが来ると思うので、まあ、ここどうなるかってところですね。テーマが勝つか、地合いが勝つかってところですかね。はい。まあ、なので月曜日には、ちょっとなかなか入れないかなっていうのもあるんですけど、まあ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 、落ちたところは拾っていけばいいんじゃないかなと思っています。はい。で、まあ、まだ弱気目線の方、専門家の方もいらっしゃるかと思うんですが、個人的には、まあ、そんな悲観するようなことはないんじゃないかなとも、個人的ながら思っているので、まあ私はとりあえずは、まあ、下がったら買う、そのスタンスではいきたいなと思ってますね。はい。で、ちょっとね、ミクシー注目してたんですけど、注目してたミクシーもですね、はい。まあ、順調に右肩上がりで行ってたんですけれども、ちょっとやっぱ、地合いに押されたとか、いろいろ今ちょっと弱い感じですね。弱い感じなんですけど、はい。まあ、ただ、今はすぐ入れないと思うんですけれども、まだね、おそらくここら辺タッチして、50日線タッチしてきて上がっていくのかどうかってところもありますが、まあ2200、2100、このあたりはまだ落ちてくれば全然変えるチャンスかなともう思ってます。なのでちょっと今タイミング待ちですね、私も。ほんと2000ぐらいまで来ればもう激アツ案件だと思うんですけど。はい。というところですかね。ミクシーは。なので、まあ、ミクシーはちょっとまだ騒げないかなっていうところありますね。で、比較的好調なのがタスキですね。タスキ。やっぱ来てましたよね、もうこれ。最初、まあ、もし聞いて購入された方がいれば、おめでとうございますと言いたいんですけれども、まあ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 、いい感じ。直近3ヶ月でも何言って、まあ、1000円。今度はもう1000円を支持線として来るのか、また900円ここら辺で来るのかとかあるんですけども。はい。まあ、このジャクソンフォールショックでどこまで下がるかで、はい。また買い目のチャンスが来るかなと。まあ、したいですね、タスキ。不動産テック、業績絶好調ですから、タスキ。いいんじゃないかなと思います。で、個人的にですね、ちょっとずっと応援していた暁なんですけれども、暁残念ながら、爆下がり中というところですね。で、まあ、決算が悪くて、ちょっとね、今なかなか次の投資がどうかなってところもあるかと思うんですけど、なので、ちょっと私は今変えておりませんが、2400で反発しているので、まあ、おそらく月曜日で下がってくるでしょうと言うと、どこまで下がってくるかですね。この辺まで下がってくるんだったら、ちょっと反発見たいなってとこもありますし、で、まあ、過去の流れを見てもこう、やっぱこの2000ぐらいまでなんですね。なんでリスクリバー的には全然悪くはないんじゃないかなと思っています。はい。まあ、ただ今は触るべきじゃないです。ちゃんと落ち目を見て反発してからでもう全然いいかなと。はい、なってますね。まあ、ただちょっと個人的には、業績がですね、やっぱり、暁の場合、良くないので、なんか無理に入らなくてもいいんじゃないかな、気もしてるんですけど、やっぱ気になるんですよね。ちょっ
ちょっと感情が勝っちゃう感じになるんですけれども、そこは冷静に、はい、見ていきたいと思ってる暁でございます。で、あとやっぱゆかちゃんなんですよ、やっぱゆかちゃん。もうなんだかんだで着目したゆかちゃんなんですけど、結構当たってますよね。もう3000円ぐらいの時から、このあたりぐらいからやっぱ着目してたので。これも強いっすよ。この強いっすよ。はい。2番目がやっぱ5000ぐらいでしたね。はい。まあ、ゆかちゃん。まあ、すぐ入るかどうかってところもあるんですけど。ゆかちゃん系強いですよね。大阪ゆかちゃんも最近上がってたし。で、まあ、大阪つながりの大阪ソーダって会社も、めちゃくちゃいい会社なんですけど、株価の右肩上がりなんでね。はい。そういうところもちょっと注目していきたいなと思ってます。で、今個人的にですね、注目してるのがここですね。朝日有機材。やっぱ地熱関係。GX 関連でやっぱり、これからまあ、ガンガン来ると思ってるんですけど、この中にやっぱ地熱発電っていうところは、注目できるかなと思ってます。で、朝日有機材がですね、業績絶好調なんですよ。もうファーストクォーターで 29%。アナリストも5つけてますし、まあ見てください、このパーフェクトパターンですよ、これ。しかも円安と来れば、半導体、で、今工場もですね、国内回帰っていうところが見込まれてくるので、朝日有機材とか、これ面白いと思ってます。以前ちょっとツイートでですね、地熱関係のちょっとインしようかなって感じに、やったんですけど、まあその一つが朝日有機材ですね。で、まあもう一つが K&O エナジーなんですよ。K&O エナジーは、地産地消、千葉県の地で、線で、まあ地って読むんですけれども、その地産地消を歌うエネルギー会社。これぜひですね、K&O エナジーを見ていただきたいんですよ。その一体で、その、天然ガス作って消費させてますし、要素は千葉県産の要素、千葉県で取れる要素のシェアも圧倒的と。で、要素がですね、産出国が日本とチリなんですよ、世界で。まあ、これが、まあ、要素が何に使われたっていうと、まあ、レントゲンとかに使われたりってあるんですけれども、まあそれ以外でもやっぱ半導体とか使われたりとかありますし、まあその素材を抑えるっていう点では、K&O エナジーに着目できるかなというところとですね。すいません。で、第一クォーターの単身かな、何かに書いてたので、やっぱ地熱発電、K&O エナジー、そこも着目するみたいなので、まあぜひですね、ちょっと見ていただきたいかなと思っています。で、まあ、ジャクソンホールで下がってくれば、はい、買ってもいいんじゃないかなっていう気はしてます。で、アクリート。もう1000円台の時からですね。もう、1175です。紹介してた時が、ちょうどこの辺りですかね。この辺りかな、多分。なかなかいい位置でこれは紹介できたんじゃないかな。やっぱ、SNS 市場、盛り上がりますよね。もうアクリート業績最高っすから、これ、この市場ってまだまだ5年ぐらい伸びていくので、しかもベトナムとか海外もアクリートやっていくってなれば、これ、激アツ案件だと思ってます。でも、まだ、アクリートはいいんですけど、AI クロスがね、全然なんですよ。もう AI クロス、やっぱちょっとね、こっちと業績面で全然やっぱ差が出てきてますよね。残念ながら。はい。AI クロスもういい会社なんですよ。まあ、SNS 市場で、シェアも高いですし、で、顔ナビのような、その人材系の、人事系の、その DX 関連の、ところもまあ強化していくというところで、これもちょっと面白い会社だと思ってるんですけれども、まあちょっとなかなかまだ業績がですね、はい、ついていってないというところなかなか、まだまだ変われてないなっていう
まあ、どっかのタイミングで火はつくんじゃないかなって気もしてるので、AI クロス。まあ、ぜひですね、アクリートと AI クロスセットで。まあ、できればとユミルリンクと、まあ、ファブリカを見てほしいんですけど、まあ、一緒に見ていってもいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、あと面白いのはやっぱ東映アニメですね。はい。ワンピースの映画100億円突破しましたというところで、なかなか東映アニメ、決算良かったね。この謎の下げっていうね。超焦りましたけど。え、あれで下げんのみたいな。だったんですけど、まあ、やっぱあそこ欲しいですね。あそこで変えたらもう最高だって。で、まあ、この大王戦を作ってぐい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 上がっていくと。まあ、ちょっと直近やっぱり売られてきてまた下がるんじゃないかなって気もしてるんですが、まあ、東映アニメに関しては、何を隠そう、スラムダンクありますんで、まだまだ続くんじゃないかな、とも思ってます。はい。で、あとはですね、まあ、ちょっとトリプルアイズ、アルコール義務化。まあ、ね、やっぱなかなか下がんないですね、ここ。いい感じにいってんじゃないかな、と思ってます。で、あとは、ちょっとね、個人的に、朝日流機材ともう一つ日本ピラーですね。やっぱ半導体関連といえば日本ピラーの、どうなのかってところなんですけど。なかなかね、ここしぶといんですよ。下は2500円と上は2800円。まあ、このくらいのボックス券で推移してきてるんですけれども、なんとなくですね、これが、はい、ちょっと上に行くか下に行くか三角持ち合いのパターンなんじゃないかなって気もしておりますので、そろそろ。ただ、月曜日はやっぱ下がるんじゃないかなって気もしてるんで、2500円ぐらいまで下がれば全然いいんじゃないかなと思ってますね。はい。で、配当利回り高いですし、はい。なかなか日本ピラー、いい会社だと私は思ってるんで、はい。まあ、落ちたところはってところですかね。で、あとやっぱ山井グループなんですよ。山井グループ。九州地盤の、はい、ところですけど、やっぱね、なかなかいい位置っていうか、のところでも紹介できたんじゃないかなと思ってます。はい。やっぱ強いですよね、これ。このチャート見ていただければ。で、これがね、やっぱこの直近この、これ強いですよね、このチャート、ここ。まあ、なので、このマーケット、その地合いが勝つか、この、山井グループが勝つかってことなんですけど、ここグイッと抜けたらもうちょっと青天コースで結構熱いかもしれないですね。山井グループ。で、まあ、あとはですね、はい、新越ポリマー。なかなか新越ポリマーも増配したし、業績絶好調というところで、なかなかね、このチャートも今結構いい位置に下がってきて上がってんじゃないかなと思ってます。はい。なので、まあ、月曜日が下がってくればというとこですかね。まあまあ、あとはやっぱトヨタ通商も来てますね。はい。というところで、まあ終わりたいと思うんですけども。まあ、この中でやっぱり大穴としては、やっぱ山井グループ、あのチャート結構今、面白いチャートしてるし、まあ、あとどこまで下がるかっていうところもあるんですけど、やっぱミクシーとかも意外な意外に目が離せないんじゃないかなと。いや、落ち目としてですね。はい、そこはしっかり買える位置。で、やっぱ日本ピラーもしっかり、落ちたら買っていけんじゃないかなというところで、ぜひ皆さん参考にしてみてください。以上です。